去年、西日本を襲った豪雨災害九州から中国地方にかけておよそ10日間降り続いた雨は河川の氾濫や家屋の浸水土砂災害を各地でもたらし平成最悪の水害となりましたライフラインが寸断され被災地に救援物資を運ぶのも難しい状況の中あるメッセージが SNS 上に流れました断水3日目 市はアレルギー対応食品を備蓄していないようで。個人の備蓄も底をつきそうです。配給されているものは水とパンですが。アレルギー時は食べることができません。広島の三原で。連絡を取り合ってた会員が、うん、まあ、こういう S. O. S. があったりとかして。うん、で、まあ、リアルタイムに。今、どういうものがないとか。うん、あるとか。受け取れるとか。うん、そういった情報が来たので。 メッセージを見た大森真由子さん大大阪にある食物アレルギーの患者会代表です大森さんは一人息子が重い乳アレルギーでわずかな量を口にしただけで呼吸が苦しくなったり発熱するなど重いショック症状を起こす場面が何度もありましたアレルギーの子どもたちが安心して暮らせるようにと5年前患者会を立ち上げました 去年の豪雨災害で SNS を発信してきたのは広島県三原市にいる知り合いの患者会の代表で大森さんはすぐ必要な支援はないか尋ねましたすると本日は4件の SOS ありました離乳食が足りませんおかゆはあるけどおかずになるものがありません断水3日目4歳のお子さん 嘔吐を繰り返しています卵乳小麦アレルギーの一歳児、発熱している断水四日目水を使わず食べさせられるものが欲しい次々に被災地にいる食物アレルギーの子どもたちの状況が寄せられてきたのです大森さんは交流のある国内の六つの患者会に連絡し 必要な支援物資を調達し合い、確実に送ることのできる搬送ルートを探して届けました。混乱の時に個人がバラバラで支援しちゃうと、交通のなんていうんでしょう。本当に必要なものが届かなくなったりとかする問題っていうのもあるので、パラ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 は送れないよねっていうところね。食物アレルギーは発症するのは大半が小さな子どもたち。卵。 乳製品、小麦のアレルギーが多く中にはほんのわずかな量でも原因の食材が口に入っただけでアナフィラキシーと呼ばれる食症状を起こす子もいて放っておくと死に至る危険もありますこうした重い食物アレルギーの子どもたちは豪雨や大地震などの災害時災害弱者になるといいます大災害が起こった瞬間からもう。 ままず食べ物に困りますよね周りの人は食物アレルギーが災害弱者だというふうな認識ももちろんあんまりないんですけども患者さんん自身もなかったりするんでするでね国は2014年アレルギー疾患対策基本法を制定しアレルギーの知識を普及させ生活環境の整備なども進めることを決めました。 しかし災害時に配られる非常食や炊き出しでアレルギー対応をしていくことは混乱すす。る被災地でで難しいのが現状です事実国が去年の西日本豪雨でまとめていた被害状況の報告書では避難所などでアレルギー食の不足などの要請は上がってきていないとされていました。 大森さんたちが SNS などで受けていたメッセージとは異なる報告書が上がっていたのです被災地で経験したことを次に生かしていくことはできないか今年1月、大森さんの呼びかけで、ある会議が開催されましたアレルギーっ子のお母さんたちがどういうことを知りたいのかマニュアルを作成し、ダウンロードできるようにしたいと思っています。 災害時の食物アレルギーの子どもたちの防災マニュアルを作ることにしたのです会議にはアレルギーの専門医や全国の患者会のメンバーアレルギー配慮食品を作っているメーカーも参加しました。 東日本大震災で支援活動をした経験を生かして、あ何かお役に立てればと思っております西日本豪雨の時には、皆さんからご支援いただいて、本当に助けられ、身も心も助けられて、母さもすごく喜んでおられて。話し合いで分かってきたのは、被災地でお母さんたちが食物アレルギーがありますと、周りに言いづらいということでした。 何が欲しいですか言うでも、なかなか声が上がってこなくって、もっと大変な人がいるだろうから、自分はまだ頑張れる、何本当に踏み込んできかなかったら、大変な状況やのに声を上げてもらえないという状況があってまた、せっかく届いた支援物資が手元に届かなかったという意見も。一般の支援物資と混在してしまいました。 アレルギーの支援物資はこっちですよっていうもう分けている漁船というのはあんまりないのではないでしょうか被災した現場で経験した混乱や戸惑いマニュアルにはそんなお母さんたちの意見や声を反映させることになりましたこれが完成した防災ハンドブックです事前に準備できる食料や衛生用品の具体例を詳しい写真も載せて解説しているほか アレルギーに配慮した食品の一覧も掲載しましたまた被災した時に悪化しやすいアトピー性皮膚炎や喘息の対策から炊き出しの時現場にいる人に協力してほしいことなども詳しく書かれています困った時の相談先も明記し被災を経験したからこその情報が盛り込まれました患者さん自身がそれで実際に去年の こう災害なんかで困ったそういうノウハウをぎっしり詰めて、えー、どうすればいいかということをそういう視点でみんなで集まって作ったということがすごくあの意義があると思います食物アレルギーについてちょっと基礎編になるのでご存知な方ももちろんいるかと思いますが大森さんはハンドブックをきっかけに防災とアレルギーについて講演する機会が増えました 当事者が事前に準備しておく必要性はもちろん。いざという時、周りが少しでもアレルギーについて配慮してもらえればと訴えています。アレルギーの子とかおって、知らんふりする。ね、わけにもいかないし、そういうこととどうどう関わったりとか、どうどう、なんていうしたらいいかなとかいう考えるきっかけにはなったかなと。簡単なことなんですけど、本当に白いおむすびが。うん 塩だけですってて書いい本当に欲しいんですそれがやっぱりそういうところってなかなか伝わりにくいし実際そういうことが起きた時にはやっぱり言えないないと支援した私たちが大きく気づいたことっていうのが書いてあることとあと実際に支援を受けた側真ん中にいた人が どうだったか何が助かったかっていうのの,の、まあ、リアルな声がね東日本とか西日本の文が入っていること知らないお母さんほど読んでほしいと思うしこれまでほとんど知られることのなかった食物アレルギーと大災害被災地でアレルギーの人たちが食べられるものがないという事態が起こらないよう私たちも知識と理解を高めておく必要があります。